あれあれ、鍵がうまく回らない。なかなかちゃんとハンドルロックに腹が出た。はい、というふうにですね、お悩みの方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、全然商品説明でもなければですね、なんだろう、うちの売りたいとかそういうのも何でもないんですけども、この間ですね、鍵がうまく動かなかったんです。でこれまあ動くんですけど、ちゃんとうちの方でそういう時はですね、鉛筆の芯をこう削ってですね入れるといいよっていう話をしました。はい、なんですけども、この間ですね、こういうマークの店に行ってみたんですよ。こういうマークの店、はい。そんでですね、何気なくこう工具売り場で潤滑スプレーを見てたらですね、こんなものを見つけてしまったんです。なんとキースムース鍵穴用粉末潤滑剤、持続性抜群で、グリーンエースさんというところのですね、産業コーポレーション、グリーンエース事業というところが作っているキースムーズというスプレーです。これエアロゾルで中から粉末が出るんですよ。でその粉末を噴射してやるとですね、なんと鍵の動きがすごく良くなるんです。これいいですよ。今までなんか浸透潤滑剤入れてた人いませんか？ダメですからね、それ。いや、そんなんやったらですね、鍵穴がなんかあれになっちゃいますよ。あれになっちゃうし、鍵に油ビトビトになってですね、服汚れますからね。浸透潤滑剤は NG です。いくら動きが良くなったとしても NG です。その潤滑剤そのものがゴミを吸着してまた動きが悪くなっちゃうんで、やっぱダメなんですよ。でこれを使いましょう。でこれどうやって使うかって、簡単です。まずよく振る、振る、はい。やべ、新品のパーカーに粉がついた。で、中のですね、エアロゾルに乗ってこう白い粉が出るんですね。でこの粉がスルスルとよく滑ると。で、あとよく思うんですけど、こうやってキャップ別になっていつもなってるやつあるじゃないですか。これね、どうやってつけるの？このままギュッてやったらブシュって出ちゃうじゃないですか。でもこのまま中途半端でこの辺からはみ出るじゃないですか。これどうやってつければいいですかね。こう押さえればいいのかな。いつも疑問。誰かいい技したら教えてください。で、これをこうしてですね、じゃあ鍵穴見えますか。鍵穴にですね、入れるわけですよ、ね、入れて、まあ、逆さにならないようになるべく気をつけてください。でこの状態からこの鍵穴に、シューシューと、まあ、いっぱい深く入れるのとちょっと浅く入れるのと、ちょっと角度つけてやるとかですね、少しこの辺は工夫をしてください。で、そうやってですね、中に、浸透させたら鍵を入れる。もうこの時点で感触違います。で少しこう回してやる、はい、でやるとですね、すごくこう動きが良くなるんですよ。ハンドルロックとかもね、すごくこう動きが軽くなる。素晴らしい。こちらの、燃料キャップですね、まあ、ここ全然これ渋くもなんともないんですけど、今渋くもなんともないんですけど、入れてやると、でそうするとこの動きが良くなるというわけなんです。はい、いいっす。これすごくいい。これなかなか近くに売ってないです。これね、これでいいのかな、ついたのかな、ちゃんとはまったのかな、まあ、いや、これなかなか近くに売ってないんですけど、通販とかだったらあると思うんで、使ってみてください。はい、ただそれだけの紹介です。別にうちの利益でも何でもないですけど、もしamazon.com とかですね、楽天とかでこれが売ってて買った場合はですね、その商品レビューにホワイトベースの動画で見たっていう風に書いていただけると、それを後から私が見てニヤッとします。はい、それだけです。大喜利にしちゃダメですよ。それだけなんでですけども、はい、皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。ホワイトベース二宮翔平でございました。